はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スーシローカンナでございます。それではコズミックファンタジー3続きからやっていきたいと思います。前回ですね、妖精の村から降りて、ある村の、王家の墓について知ってる人間を訪ねたんですが、なんか先に行ってるやつに、なんか意地悪言われたんで追いかけてきました、戦闘です。ね、道に迷ってたんですが、あれからですね、2日経ちまして、はい、探索をしておりました。2日かかったわけではありません。さっきやっていました、なんかピラミッドとなんかあからさまなところに着いたので、動画を回しております。まあまあまあ、レベルは上がってはないんだけど、なんか正直強くなりすぎた感があって、まさかあのニャンですら大体のダメージが1で終わるっていうぐらい強くなってしまいました。どうやらここが入り口みたいなんでしがに。うん、でもどうすれば入れるのかな。こじ開ければいいんだよ、バールでね。バールみたいなものでいいんだよ。いや、ドルフって誰だったっけ。冒険家のやつか。君たちをここまでたどり着けたんだね。どの面が、この面悪そうな面だね。大したものだ。見くびられてたよ。ドルフさん。ドルフちゃんはもう入り口を見つけたんですか？いや、私も調べてる途中だよ。だがこの像の扉はびくともしなかったよ。私はこれからピラミッドを調べてみるつもりだ。じゃあ君たちも頑張って。ふうに、足たちも早く謎を解いて中に入らないと、ドルフちゃんに先を越されてしまうでしょう。大丈夫、あいつはかますぎだ。変に焦っても帰って先は見えなくなるものだ。もう冷静だね、ジェイ君。もう日が暮れてる日、ごめんなさい。もう日が暮れてくる頃だし、今日はここでキャンプを張って、明日改めて調べよう。そんなのんびりしたことで大丈夫ですか？強いてはことを損じるって言うやん。ね、にゃん落ち着きな。ほんまに目の前でキャンプ張ってるけど。目の前でキャンプ張るんはどうなん？じいさん、国王はどうしてこんな形で王子様の結婚相手を決めようとするんでしょうか。王家の後継ぎを選ぶのだからな。人選を誤れば国は滅びる。そうだね。だからってああいう決め方もどうだと思うけどね。でも結婚する相手を選ぶってことは最も神聖なことで、そうだよ。なんていうか、王女様自身の気持ちも考えてあげなければいけないんじゃないでしょうか。王族はそうはいかないかもしれないよ。ジェイはね、好きなんだよね、王女様のこと。それにあの王子様が選ばれる方であれば、国王の目にもかなわないはずがないと思いませんか。そうですよね、ジェイさん。レイ君は後押ししたいんだよね。ん？我、王家の墓、守りし者、ゾルフィス。急に何？喋んなよ。何時ら我が問いに答えよ。急に何？もう準備できてないよな、もう。何事でしか？気のせいだよ。休もうぜ。疲れてるんだよ、きっと。誰かいるのか。ゾウの方から聞こえたように思えたんですが。こいつが？我、勇気をつかさどりし者、銅のゾルフィス。何時ら、我の試練に応えよ。国王の言っていた万人か。思ったより喋れよって言ったら、ほんまに喋られてどうしようって思ってました。中に入れてほしい。開けてくれ。ならぬ、我の問いに答えた者のみ、王家の墓への立ち入りを許されるのだ。我が問いに答える意志はあるか。ある。ある。この問いに答えられるときは我が呪いを受けることになる。覚悟せよ。覚悟できている。足は嫌でし、にゃん、こういうときにそういうもんじゃないよ。では我が試練を受けるがよい。試練とな。どうしたん、レイ君。ここは二人がいない。マジかよ。どうしたんだろう。我が試練を受ける者よ。何時らの勇気を示すがよい。再び我が元へ集まった時、資格ある者として迎えよう。一人で来いということか。嘘でしょ、ここどこ？ここどこ？やべ、マッピング能力ねえやつにこんなことさせんじゃねえよ。どこだよ、本当に。
敵多いよ。久しぶりの一人だよ。お互い攻撃当てれないわ、やめて。あーもうそれうぜ。やべえな。でも弱えな。弱えけどこれうぜえな。この動き止められるん超絶痛いね。痛いでし。なんなんでしかね。足もレイシャンがいないと勝てないんですけどね。レイシャン一人じゃきついんですけどね。これどこなんですか？いや、リアルにどこや。リアルにどこですか？なんでこういう動き止めてくる系しか出ないんですかね。こいつですよ、動き止めてくる悪いやつは。なんですかね。え、合ってんですかね、足が。足の言っているルートは合ってんですかね。あー、わかったですよ、わかったですよ。なんとなくわかったですよ。だいぶ戻されてるでござるね。ござるね。にゃんの口調がござるになってしまった。そうです。そうですね。ここは裏で行ってない部分ですからね。こう、大回りをしていったらいいんですよ。足が30分ぐらい、30分もかかってないですしな。15分ぐらいで導き出した答えでありんす。なんかね、このピラミッド、ミニピラミッドを辿っていったら、なんかそれらしいところに出た。よかった、でも新規マップじゃなくて。もうそれだけが救い。それだけが救い。急にまたさ、ヨーガからメールにぶち込まれてさ、何時の力を示せみたいなこと言われたってさ、シャレになんないでしょうね、ほんとに。やってられないでしょうよ。メンカウント高いね。いや、久しぶりの一人やから、ちょっとしんどいなって思うけども。敵弱いからまだ楽だね。経験値でかくない？経験値ってこんなにでかかったっけ？もうちょっとレベル上がんじゃん、またレイ君。やったじゃん。レイ君どんどん強くなりな。健やかに育て。これまっすぐでよかったんだね。あ、来たことある、来たことあるって言っても映ってねえんだよな。映してねえところなんだよな。映してねえんだよな、言うほど。急に弱くなった敵が。え、強くなったか？強くねえわ。ターキー一体になった時の防衛技術の高さったらあれしないね。ターキー、あいつ30ポイントもくれるんだ、経験値。めちゃめちゃいいやつじゃん。乱獲しよう。これね、この、もうついたよ。ついちゃったよ。なんでここに来て一体しか出なくなるんだ。あれか、ニャンたちはそういうことなのか。一体ずつついたよ。ヤッホー。二人は来てないな。レイ来たね。無事だったようだな。ええ、いきなり飛ばされたんで驚きましたけど。ニャンはどうした？来てないよ。まだ来てないんです。心配なんだけど。レイシャーン！まあ強いわな、ニャンも。にゃん。ひどい目にあったでし、怖かったでしよ。よかった、身の無事で。さあ、ゾルフィス、中に入れてもらおう。ナンジラは我に勇気を示した。資格ある者として死者の眠る聖地へと向かいよう。ナンジラはさらなる試験、試練を乗り越えねばならん。その花向けとして、ナンジラの体を癒してやろう。ありがとう、大して食らってないけど。よし、行くぞ。強気だね。あ、漁夫のり、女ばっか連れてきてる。やつらが入り口を開けてくれたおかげで、何の苦労もせずに入れるわ。そして我らが秘宝を見つけたとき、横取りしてしまえば、こちらのものよ。でもそのことが王様にバレたらどうするつもり？何を言ってる？赤は死人が入るもの。そして死人は何も語らん。そうだね。死人に口なしだ。やだ、マルレット様ってとっても悪い人。ほっほっほ、お前たちはその汚いテントの中で待っていなさい。では行ってくるぞ。
なんか、ああ、いいパターンだね。視覚なきもの足を踏み入れることはできぬ。なんだと？愚か者め罰を受けるがよい。ああ、うわあ、かっこ悪いわね。はよ、帰りな、女たちは。ここが王家の墓か。なんだか嫌な雰囲気でしに。さあ行くぞ。強くてしに。ああ、入り口が。閉まっちゃったでしよ。これも試練なのか。仕方ない。別の出口を探すしかないようだな。じゃあ行こっか。エンカウント。あ、でも敵は普通だね。よかったよかった。普通っていうか、いつも通りですね。新規の敵ではないわ。よいしょ。でも経験値さっきの方が多かったな。普通にダンジョン攻略でいいかな、これ。多分そうだよね。喉の調子が急に悪くなってごめんなさいね。広い。広いなぁ、思ってるより。敵の数も多いなぁ。ちゃんとレベル上がったんかなって思ったけど、上がってないな、この方。まあそうだよね。レイ君が上がってないんだから。よいしょ。いや、もう上がんないか。さすがに。ないか。上がってる感ないよね、体力の総量的に。適当に入るよ。マップとかないし。なんか、ほんまにエジプトみたいな感じ。トトみたいな壁画が描かれてるね。トトシン。トトシンか？トトシンだよね、みんな。何シンだっけ？ 何シンだったっけ？トトシンだ。トトシンとアヌビスシンとメジト様しか思い出せないや。あ、でも結構奥地まで、奥地っていうか奥まで行けるね。地下3階か。どうしたの？ごめんね。ちょいちょい時計を見ていく。ニャンが外すね。二人とも外すけど。あ、でもジェイ君ってその体力高かったっけ？なんか体力多くない？もともとそんなんか。上がってんのかな、地味にレベル。適当に来てるけど合ってんのかな。なんか、わかんねえけど、なんか、合ってる臭い道に来てるんやけど。なんか特殊装備とか置いてないよね。大丈夫だよね。探索あんまりし、探索らしい探索は基本しない人だから、しないっていうか、このゲームだと、この高エンカウントだとやりにくいからさ、してないんだけど、ん？これ無限ループかな？無限ループに入ったかもしれん。ワンチャン無限ループ説あるよ。今私がよそ見した間にニャンとチェイ君外したやろ、この日。許さんと、お前ら二人。お前らよ。 お前ら頼むよ。無限ループだ、きっと、これ。あ、じゃあ、違う道なんだね、きっと。ん？こんなとこ通ったっけ？通ったっけ？レイ君通った？通ったかどうか教えて。でもアヌビス神がうんたらかんたらと話しとったときの道やから違うよね。多分違う道に出たとか、そんなことある？いや、一緒でした。ごめんなさい。無限ループなんだね。外れの道は多分無限ループになるんだろう。意外と横に道があるとか、そういうこすいことをしてくるかな。可能性はなきにしもあらずにしてもなきにしも。いや、わかんないけど。風の杖はいらぬ。ちょいちょいドロップするね、相手。いらぬって言ったけど、強かったらどうしよう。耳に染みてからしてるよ。回復が全然ね、ちょっと、
がどれくらい深いかだけ調べさせてくれよ。どれくらい深いんだよこのこのさ、この試練はどれくらい深い道のりなんだい。待つにゃ、待つんだにゃ。下に行くんでありんすよ。行き止まりでござるって。なんか試練の部屋みたいなのに行くいるらしいけど、どうしたものかな。どうしようもないもんな。反対側だったってことか。あ、内側に落としとるかのどっちかやね。やべえ、レイ君のレベルが上がってしまう。上がることは良いことだ。とりあえずこっち行きますか。別に調べれるわけじゃないもんね。リンカウント下げてくれませんか、ちょっと。ちょっとでいいんですけどね。このボーンがね、ボーンが、ボボボボン、ボンボボン、ボボンボンボンして、あ、レイカ上がっちゃった、レベル。より強くなってしまった、彼が。いや、行き止まりだな。どうしようかな。あ、でも、ボーンが、なんか、一撃で倒れるボーンと、一撃で倒れないボーンの2体おるがな、な、これ。どういうことな。あ、階段ある。どうしよう、わかんないよ。敵多いよ。敵が多いよ。わからん、マジで。魔法ダメージはちょっと受けるね。まあ、それぐらいしか受けてないんやけど、ダメージらしいダメージ。上に行ける階段ダメージらしいな。なんだここは。盾札欲張らないように、はい。欲張らないように。なんかいろんな部屋があるんだね。風の下結構落とすな。欲張ってないのに、欲張ってないんだけどな。欲張ってないんですけど、うん？ん？ああ、横に行けるもん、これ。横道があったわ。ごめんごめん。左に行けたわ、道があったわ。横張ってないのにさ、落とされたんですけど、一個だけにしようと思って、全部開けようとは言ってないじゃん、別に。いや、あれ、わだの部屋か。普通に多分囲われてるんだろうな。枠で囲われてて、全部落ちるようになったんだろうな、きっと。そんな気配がする。この部屋は行かないようにして、ここの下の道、なるだけ遠い道を多分行かせたがると思うかな、このゲーム上的に。わからんけど。何もわかってないと思う。あ、でも下に階段あるな、ちゃんと。試練の間みたいなとこ行きたいんだけどね。
当初が大して喋ることもなくなってしまったな。階段入れなかった。どうしよう、敵が重いよガチで敵が重いよ、どうしよう。アジアのレベルが上がってしまった。どうしよう、セーブした方がいいのかな。メタにセーブしてもなぁと思って。無限ループか。無限ループの部屋か。いやでも違うよ、道はどっから来てるから違うよね。多分マジでマップ欲しい。あ、違うわ。何この部屋。何この部屋。何この部屋。教えてくれよ。教えてくれよ。この部屋一体何なんですか。罠だらけやで、まごうことなく。かといって、あ、なんか押せる。なぜ何も言わず押せるんだ、岩を。わかんねえ、ほら。ほら、わかんねえだ。あ、宝箱出てきた。風神の剣なんて絶対強いじゃん。どうしよう、風の冠いらねえな、もうこうなると。いらねえ、遊びしよう。風神の剣24、つえつえ、すげえ、つえ。止めていくね。やるよ、止めていくね。できね。祈りの杖止めていくね。じゃ、パイプをやるよ、どっちかに。おめえか、パイプやるよ。ありがとう。なんだよ、この風神の剣って。セーブしてんぜ。セーブしてんけど、録画日時が出るから、いや、ちょっとやだぜ。このまま当たりの部屋もあるんやね。当たり部屋に来たっていう感じやね、多分。エンカウントは高いけど。いやでもレイ君がね、クリティカル188だってすっげえ。通常攻撃でも、あ、でも60。もうちょっと見させてくれよ、改めてダメージを。あ、でもこっちもいけるわ。こんだけ広いんだよ、この部屋。この部屋って、このダンジョン広すぎる、やばい。これ、当時の子供たちどこでセーブすんの当時の子供ガチでどこでセーブすればいいんだろう。ここは ?BDAFEC、されば道は開けん。え?これ B?B かどうかはどうやって知るの ?B かな ?A みたいな。何か音がした ?A, B, C, D, D, B, D, A, A, E, F, E, E, C だった?何だった?何だったっけ ?E, F, E, C, E, F, G, F,F E C 合ってんのかな本当にこれ。逆ですよって言われたらどうしようかな。右の壁に亀裂ができた。どういう仕組みこれ。インカウントされちゃったよ。あ、じゃあここでいいんだね。なんかね、うちが見ちょるところのサイトではさ、ここの画像があったけんさ、あ、そうなんだってんだね。一部の画像しかないので。池田っぽいです。ありがとう。池田っぽい。歩いた方がいいかもするわ。歩いても歩かなくてもいいかもするわ。
ジェイソンのレベル上がっちゃった。まあまあ、行けばいいんでしょ、奥に行けば。奥に行けば良いんだ。そうそうそう、奥に行けば良い、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 良い。命中率半減のドククラってどうしよう。あ、でも、ニャンやからいいか。ニャンの方が当たってるんだけど。レイ君124か、通常ダメージ。強え。ちょっと強すぎるな。エンカウント避けてグレイ強えな。逃げてみるか、ダメか。確実に逃げれたらいいんだけど。逃げるか。逃げられないのか。なんでだ。よしよしよし。あんまりこれじゃ強くなってもな。これはゾルフィスの像。我、知恵をつかさどりし者、銀のゾルフィス。なんじら、我の試練に応えよ。またでしか。銀のゾルフィスってことは3体集めて応募したらさ、ゾルフィス感がくれるんやね。銀のゾルフィスよ、あなたも試練に応えよう。何をすればいいんだ。よかろう、覚悟はできているようだな。我が試練は我のもとへ来ること。何じらの知恵を持ちでその壁を乗り越えてくるのだ。ん、うぜえぞ。うざたにえん、うざたにえんやけど、どうしよっか。今回はとりあえずここで終わろうか。一旦ここで切ろうかな。多分長くなりそう。多分ぐるって回って上から降ってきてポポポポーンってするのが一番やと思うけど、まあ、どっかに隠しスイッチみたいなね、階段が出てくるかな。どっちかやと踏んでるから、一旦ここでね、今回は切らせていただきます。次回ですね、再びこの知恵の試練ですね、力の試練の次は知恵の試練だそうなんでね、三つ集めて、ゾルフィスのおもちゃ缶をもらおうと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。